湘南電気鉄道で1系電車車体下部に映っている重ねた板状の物体がアンチクライマー2009年より導入されたシカゴ交通局の5 0 0 0電車アメリカの鉄道では最近の電車でもアンチクライマーが見受けられる e 5 3 1系電車のアンチクライマーアンチクライマーとは鉄道車両の前面または連結面の下部に取り付けられている3枚から4枚程度の 板をくしけた状に並べた構造物。鉄道車両の車体が骨組みも含めて木製であった時代にアメリカでインターアーバンや路面電車などを中心として広く普及し、その影響下にあった日本でも私鉄、特に都市間高速電車などに普及した。その名が示す通り、本来は 衝突事故時にアンチクライマー同士が噛み合うことで他社の大枠上に車体が乗り上げる現象を防ぎ、乗り上げた頑丈な大枠が乗り上げられた側の車体を破壊することを未然に防止する目的で装備していた。この他、障害物に衝突した際のバンパー的な役割を果たす目的で、車両前面に装備している場合や、単に車両デザイン上の要請から装飾としての意味を、 持たせて装着している場合もある。その目的から十分な強度を求められるため一体、中高などによって製造され、部品重量が大きくなる傾向がある。そのため、保安設備が発達し、車両同士の衝突がほとんど起こらなくなった。近年においては、車体軽量化を目的として、採用例が減少している。日本では、第二次世界大戦後すぐの時期に、 ほぼ全車にアンチクライマーを装着していた近畿日本鉄道奈良線で起きた事故においてアンチクライマーを装着する電車同士で追突事故が発生一方の車体がもう一方の車体床上に乗り上げて大破するという精算な状況を呈したことがあったその後同車では2200系をはじめ装着車ほぼ全車で不要の装置としてアンチクライマーの撤去が実施されている JR 東日本 E531、軽電車においては、先頭車両と g の車両のつま面に、干渉機能付きのものが装着されている。ありがとうございます。